くなってればさ、頭とかも一緒に痛くなってきたりとかもあって。歯ぎしり治りますか？だって、どうだろう。治んないかな？わかんない。目目キラキラ。今日は公園だったので、ステージメイクですね。モンスターにもう何でも食べれる。あの、飴噛むとか、なんか、そういうグミとか、ガムとかは食べちゃダメなんですけど、それ以外の普通になんかお肉食べるとか、そういう普通の食事はできるよ。密接な関係らしい。やっぱり間違ってなかったのかな。頭とかも痛くなってるような気がしてる。うわーと思ったけど、今頑張ってる甲斐があると思います。あ、紫そんなに目立たないんだね。だって青森雪やばいよ。だって絶対やばいよね。ギャラクシーなの、もうすごい。これにキラキラ入ってるもんだから、ほんと宇宙だねみたいな。スペースカラーです。なんかこう激しいこう明るい目のピンクよりの紫だと、おお、すごい紫だってなるけど、これがすごく暗めなので、なんかもう実質黒髪みたいな感じ。な、可愛すぎるって嬉しい。こうステージとか立つとね、すごい映えるんですけど、パッと見るだけだと、おばあちゃんには白髪って言われましたね。ひいおばあちゃんに白髪かな。違うよ。すごい髪だね。なんかユニコーンみたいになっちゃったわ。その前の髪の抜けてたところと、そうじゃないところがこうあったので、すごい青っぽくなってるところは抜けたらあれになり、緑っぽくなりそうでね、ちょっと嫌だな。ステージ見たいです。見て、今日公演とかもあったし、二重の ずっとこれ言うんでしょ。 紫っぽくない？だって、なんかもともとこれの前に入れたのに紫なんですよ。紫入れて2週3週間ぐらい経ったのかな。ですごい、2回ブリーチしてたので、毛先がすごいめちゃくちゃ入って色がね、で落ちてもほぼピンクみたいになって、これに青入れたらどうなるんだろうなと思って。で、そう、結構もう色ムラちゃんとかもあって、ああ、何かしないとな、明日仕事だなと思って、青色を入れてみようかなと思って入れた。これはアイロンだよ。どこ見てるのですか？だってな、どこもみたいな考えながら話してた。なんかよく言われる、誰かいるのみたいな。え、いないけどみたいな。こう家がこの辺とか見て話すからだよね、きっと。みたいな。なるほど。市販のやつ、そう。ゆいは、いっぱいお家に買ってある。これが、このちっちゃいやつ、裏赤、いろんな色が何個か、こちらのこと見てよ。だってゆ
見る青なんとかかんとかなんとかなんとかブルーみたいな適当すぎTCK ありがとうございました。ありがとう、ごめん、すごい汚い僕。何も参考にならん。そう、なんとかかんとか指ハートかわいいやつだってかわいい。この色に決定するまでゲーム3回やり直したんですよ。爪何にしようかなって、おにぎり食べたい、食べよう。いつもジュース飲んでるよね、だって。そうね、だってどうせ飲むなら美味しいのがいいなみたいなコンサートでよく飲む場合どういうことやんないよやりません。ああ喉が嫌は嫌な感じじゃない、そんなことないか。素敵、寝るために嫁の手伝わされ素敵なんですけど、コーラしか買ったのに。そう、今日は公演中はコーラ飲んでました。サファイアブルー、サファイアブルーです。コーラは公演中、愛してるよ、だってありがとう。何リットルになりますかね、そんな何リットルものあんの。500字の手相見えますか絶対画質悪くて見えないなんかいい線入ってないかな。大きい、普通だよ、普通、多分普通だと思う。白飛び普通、多分普通だねぐらいみんな適当なこと言い過ぎなんですけど指長いね、そういうカマキリだから、カマキリみたいだねって言って手首回せ。ちょっと指長そう、多分長そうに見えるだけで、あの多分ね普通なんだと思う。ただその関節が骨張ってますねみたいな、まあ、指が比較的細いですねって見えるから多分長いねって見えるけど、あと多分女爪だとかそういうのがあって、もうあの長さ的には普通の人と変わらん。いや別にそんな長いねって言われるほど長くないんよ絶対。普通の人とこう手合わせましたって言った時にそんなに変わんないんだと思うんだけど、多分全然平の方が大きいけどそう見えるみたい。言うわ、子供の頃に友達にカマキリみたいな手だねって言われたことがあります。ピアノやってると指長くなるらしいね。へえ。
冬の3連やった。それかな適当すぎ子供の頃だったからさ、手もちっちゃくてオクターブがギリギリだったの、届くか届かないかも。だから関係ないじゃない、あるのかな。なんか7年続けてたら確かにこう開くし、ね、長くなりそうだけど、いや小学校1年生から3年生までだったので。へえ、焼き割ってられたらクローバーがあるので大きくなります。ギターとかやらないのだって、やりたいなって思ったんだけど、いや全て努力次第なのよ。別にこれがいいわけでやらないとかっていうわけじゃないけど、なんか爪がさ、あのゆい女爪だから切っても指のあれが見えないのね、あの抑えられないの、爪が絶対出ちゃうから、こう指の腹で。それは多分ね、練習ちゃんとすごいするとあのできるようになると思うんだけど、 そういうのもあり大変だねみたいな、大変だと思うよみたいな、確かになって、練習とかもすごい苦手だからさ、あの楽器は向かない、いやできたらもちろんかっこいいけどね、ユニは向かないなと思って。ドラムにしようかっこいいよね。そうね、もう指の最初すごい痛いって言うもんね。今から楽器は始めないかなうん。12月とか誕生日でした、だって。ありがとう。そうだよ、僕の通称日、今日まで家が歌詞しっかり間違えたところ映ってるので、ぜひ見てください見てください。キノコも可愛かったよ。やったー、痛い、これだめ、痛い、すごい、いやまさか違うなんて、そこでも違うなんて思ってなかったからすごいびっくりした。体バキバキなんですよ。なんでだろう。何したの。昨日、一昨日、ちょっとリハして、昨日は本番でリハして、リハして、4日前にダンスはすごいしたんですけど、今じゃないよね。4日後に来ることある、筋肉痛って。たくさん動いてるからじゃないんだけど、日々動いてたの、別に急に踊りましたとかじゃなくて、日々動いてて辛いから、これ食べたの食べてないよ、あるある、ガチ4日はないよね、年な、いやだ2日ね、そうだよね、やめてよみんなして年の歌って、ゆいのことはいじめてくるんですけど、ゆいは今日配信終わったら振り起こしして、お風呂入って振り起こしして寝る日
うどん派そば派だって。あ、自分でよく食べるのはうどん、花丸うどんとか食べるよ。おそばはね、妹がすごい好きで、妹ご飯食べるよって言うとおそば屋さんとかに行ったりはするかな。うどん好きですよ。カレーうどん、あー、牛カレーうどん好き。そばだという山菜そばが好き。19歳が筋肉のピークらしいから、ガチ？もうちょっとで終わるけど、今のうちに体作ろうかな。だけど年取るときっと筋肉つけるのも大変になりそうだよね。なるよねとかって。リンゴ箱で送ってる。どう、そば派です。おいしい、おいしい。筋トレとかしないし、するぞって決めた時はする。その、あ、ちょっと見た目太ったなとか、体作んなきゃな、ダイエットしようかなとかっていう時はする。でもそれが習慣になってしないと気持ち悪いんですよみたいな、あ、そこまでなることはないかな。どっかでいいな、意識が変わって筋トレせなみたいな、なんかもないとは言えないけど、使ったことあるよ。そう、卵も巾着大根好きって言ったんだけどね、この前その卵焼き、卵巻きの話確か出て、食べてみたんですよ。マジで美味しくて、食事制限だけどかなと思ってた。いや、もちろん食事制限しつつ、でも食事制限して筋トレするってマジで効率めっちゃ悪いんだけど、もうやんないよりいいなっていうことで、食事でも負荷かけプラス体にも負荷かけっていうことをするときもあります。自分が良いとかイメージじゃないこんないじゃん、実はこう喋ってないだけでジム行ってるんですみたいな。ほら見て、見える？ムキムキ。言ってるの？自分言ってないです言ってないよ、言ってないけど、今後行くかもしれないですよ。お膳にからしつけるって基本つけないけど、たまにつけることもある。プロテイン飲んだことある、子供の時に。子供小学生ぐらいかな、身長伸ばしめっちゃちっちゃかったんですよ。前から2番目で、その背の順、学生の頃で背の順で並んだりするじゃないですか。めっちゃちっちゃくて、言うがずっと中学生の頃まで前から2番目だったんですよ。それで、いい身長大きくなりたいって言って、あの骨とか体作るためのプロテインを飲んでたことある。プロテイン飲んでたからって特段なんかしてましたかってわけじゃないけど、そうだからそう思うと身長伸びた、多分ね、渚と同じぐらいだったと思う。そう、意外にね、160あるんだってびっくりされる。あるんですよ。
高麗寺のプロテイン、ガチそれ体にいいのかな炭酸入ってないコーラって大丈夫かな、一輪車乗れるって、なんか保育園の頃はすごい乗ってたけど今乗れるかどうかわかんない、自転車より先にこう一輪車乗ったので、ゆいが一輪車乗れるけど自転車乗れなかった。逆立ちで歩けるけど、いけない、逆立ちはできない、今は乗れる、いや乗れないと思う、もう乗れないと思います。で腕はね、腕の筋肉はついたことないですね。ボーリング上手じゃないよ。でもできるイメージ、めちゃ不器用だよ。ローラースケートは入ったことないですね。ボーリングは多分2ゲームで80点ぐらい。筋肉つきにくいんかね。あ、そうらしい。多分ね。ぽい。そうぽい。筋肉つきにくい。ただ太ももとかはまあまあみんなそうだって言われたそうですけど、太ももとか筋肉っぽいなとか思ったりするけど、全体的に筋肉がつきにくい。脂肪っぽい。全部。バスケ上手くないよ、ドリブルで走れませんもん。あら、たまたま、あ、入りそうって思ったあ、はい、入りそうって思った、入った。苦手、運動嫌い、運動は嫌い、走るのも嫌だ。でも機械体操みたいな、マット運動みたいなのは好き。バレーボールできません。バレーボールもあなたは相手チームのスパイだねって言われるくらい下手っぴだった。内出血するやんけ、バレーボールって。次の授業ペン持てなかったもん。嘘、これは嘘。ペンは持ったけどペンは持ったけど字書けなかった家。なんていうの、こう入れるやつの練習とかするじゃないですか、授業で体育でドンってはいっていう、はい、はいよみたいなそれのこういっぱいとか、こう相手のこういうやつとか練習すると字書けない。アタックってなんかこういうやつでしょ。こんなできないことない。サーブそう、レシーブみたいな、そう。うん、ダメだったね。チーかけるの偉いでもダメ。トス痛いよ。指が痛い。バコンって多分まあ言うたらすごい下手くそなんだと思うんだけど、それは運動はね嫌い。苦手。嫌いです。走るのな。嫌いだし。あ、運動嫌いですよ。ダンスだけど、別にダンスも最初からできたわけじゃなかったし、そう、だからまあダンスの場合は
何年も続けたから練習とかもそう、ほんとマジ休日10時間とか毎日2、3時間はマストでやってて、休日はほんとガチ10時間とか踊ってて、もうそりゃ上手くなるよねみたいな、誰でもだからなんかそう、それがダンスだっただけで、多分他のねこう球技とかもそれぐらい練習してたら上手くなるんだろうけど、だから運動神経はね悪いと思う。ダンス、体も強くない、体幹もねあるように見えてねないんですよ、体の表面でこう固めてるだけなのでね、ブレブレ。センスじゃないで、センスもないんだって毎日2、3時間やって、休日もそうほんと10時間とか練習して、大会も全部ボロ負けしても出てっていう日々だったので、こう賞とか取れるようになったけど、センス無理絶対ないじゃんセンスとかないじゃん絶対。そうだからだけど運動はね好きじゃないんですよね、好きじゃないんですよ。続けられるのすごいよね、なんかね、なんかそういう、まあ親にもねありがたいなと思う、続けられる環境だったっていう、まだ何回も読みたいって本当に思いましたけど、うん、練習はね何でも辛いと思います、何回も泣いたし、まあ、そういうもんですよね、部活にしかり習い事にしかり。美味しそうだね、これはリプタンのレモンティー。足速いんだっけ、速そうに見える、あでもさそうだよね、見えるんだっていう、なんかできそうに笑っちゃうできそうに見えるんだって、足遅い、タワーだってごめんね、ありがとう、レッドさんありがとう、ごめん申し訳ない、ありがとう、ごめんなさい、ありがとう、今日早く寝ますか、だって今日は誰かこの後振り起こしして何ごめんじゃないありがとうどうしよう、そそに見えるってらしいんですよね、人間良さそうだってゆいは何もできないよマジで、なんかたまたまダンス続けました、たまたま音楽好きでしたっていうので、ステージに立つあれだけはなんかあったけど、ステージの上だけではこう生きていけるけど、勉強もできないし運動もできないし何か一つ、いやもちろんそれが仕事ですやったらもちろんやるよけど、こう何もできないよ、うん、運動神経いいことにしちゃうか、もうね運動神経確かに運動できなさそうって思われるようにいいか、確かに勉強できそうなのにだって
勉強、なんかテストの時だけ頑張るけど、もう何も覚えてない。逆立ちいけない。壁倒立とかでいいなら。そういうドッジボールだけできるの。そう、ドッジボールだけできる。あれは投げれないけど、避けるのと掴むのだけできる。勉強もね、そうできる。そんなことないか。できるっぽいと言われたことない。バク転の練習、バク転の練習しようかな。ドッジボールできるの。後ろなんだ結構、うんうん、なんかいるんだけど、首のここになんかいるんですけど、いやだ、なにこれ、筋肉寿司何？しげちのスタンド、いや。はい、第3位は、ほっしー、ゆこちゃんで会えて最高にハッピーな人生です。ありがとう。12位は、ポッティー。11位は、今日なんかいいよね。10位は、ケイタ。9位は、まさとし、アットマーク、かめこ、とっちゃおとっちゃお。8位は、ゆき。えのき、よくの前のき食べた。4位は、佐世保のてっちゃん。3位は、かんた、アットマーク、かんかん。2位、ほんちゃん、あつまくん、お先に寝るね、おやすみ、おやすみ。1位は、レッドさんです。リッド、レッド、リッド。21の声が待ってるって、ありがとう。ランキング変わったようだって。うえ、ゆいの方では反映されてない。今変わったね。読んでないのは、うん、ね、9位、古川、後マーク、横山由依、推し、劇場公演申し込んだよ。ありがとう、かわいい大好き、ありがとうございます。ありがとう。元気くんもいたね、星さんいたね、良いかな、ありがとうございます。冬越し頑張ります、ありがとう。配信ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。またやったら、みんなの気が向いたら見に来てください。劇場最高でしたって、ありがとう。またね、おやすみ。切れないから切るかな。